皆さんこんにちは、三浦奈緒子です。新商品ラボのコーナーがやってまいりました。今回はマンダムから商品企画 PR 室の下川真由さんにお越しいただきました。どうぞこちらへ。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、もうどんどん暑くなってきましたね。はい、気温が20度を超えると、汗かきグッズ、汗臭い対策グッズというのが非常に売れ始めるんですけれども、ご存知のように去年って非常に暑くて節電の夏、はい、暑い夏だったと思うんですが、節電は本当に大変でしたよね。はい、おかげさまで非常に去年売り上げが大きく、市場も大きくなったんですね。で、思い出していただけると、去年節電の夏で暑かったんですが、おととし、猛暑で非常にこうデオドラント市場というのも大きくなったんですけども、さらに上回る拡大の仕方をしました。でその中でこのデオドラントペーパー 126% と、はい、飛躍的に大きくなりまして、で、デオドラント剤といえば、よくその部活で男子が教室でシューッと体全体に吹きかけるそのデオドラントスプレーというのが一般的だったんですけれども、去年それをそのデオドラントペーパーが逆転したんですね。あ、もうシューってやるやつより吹き取りのペーパーの方が濡れちゃったんですね。そうなんです。本当だ。というのがちょっと業界的には大きなトピックス、大革命ですね。です。はい、というので、デオドラントペーパー、体用のものと、あと実はその同じくそのコンビニエンスがドラッグストアで店頭でずらずらずらっと並んでるペーパー関係、一度にちょっとお持ちしたんですけれども、こんなに実はバリエーションがあるんですね。本当だ。なんか 1,2 種類ぐらいしか知らなかったです。そうですよね。実はこんなにあるんですね。皆さん知ってました？で実はですね、あんまりその違いをお分かりになっていらっしゃらなくて、で全然別のものなんですけれども、使い分けをしていらっしゃらない方の方が多いんですね。で一番売れてるのがフェイシャルペーパー のレギュラータイプだったり、はい、熱くなってくるとそのアイスタイプの洗顔代わりに顔を拭くっていうようなペーパーが一番売れてるんですね。洗顔用のペーパーが、そうですね、顔を拭いて、でまさにその顔を洗ったかのように皮脂とか、その汚れを取ってくれるようなペーパーなんですね。はい、でそれで体を拭いたりなさる方もとっても多いんです。で逆にその体用のものっていうのはこの3つのタイプがそうなんですけれども、デオドラント剤なので殺菌剤が含まれてるんですね。はい、洗顔代わりではなくて、汗とか汚れも拭き取るんですけれども、それと同時にその殺菌剤も塗布しますので、殺菌剤をつけて、で菌の繁殖を抑えて匂いを抑え込んでしまうっていう、すごく優れものの汗匂いケアではアイテムなんですね。脇だったり足なんかに良さそうですね。で単純に大判でその体全体が拭きやすいように、その髪 のタオルのようなイメージなんですね。でちょっと厚手なんです。あ、確かに結構しっかりした厚さですね。はい、フェイシャルものと比べるとそのペーパーの形状も全然違うものなんですね。で男性なので割とこうガシガシガシっと荒っぽく吹かれる方も多いんですけれども、そうですね、毛羽だったり、あ、もしかしたらすごく冷たいかもしれない。本当ですか？はい、やつりは男性用のブランドなので、はい、男性が心地いいと感じるようなその清涼感に設定してるんで、女性の方だと刺激が強すぎてしまうってことも、やっぱり全然違うんですか？そうですね。あ、そうなんだ。これが顔用のペーパーなんですね。結構違いますね。はい、厚さが柔らかいですし、これはデリケートな使いに、はい、顔拭いても大丈夫なようになってるんですけども、体にはその殺菌剤を入れて、でむしろそのガシガシと体全体を拭いていただけるような厚手で丈夫で、でも毛羽立たなくて痛くなくてというようなその髪を選んでるんですね。本来別々なんですね。でも一緒に使っちゃってる方結構多いですよね。はい、結構多いですよ。じゃあそれってそうですね、どうなんでしょう。特にその体用のものというのはその顔の方がその感覚刺激 の感度が高いので、
その体用にその設定するそのメントールの量で拭いてしまうとかなり刺激的なんですね。そうですよね。そのまま男性です、女性は考えられないですけれども、そうですね、デリケートな、はい、顔ですか。男性はそのまま顔まで拭かれてしまう方が多くて、あーっとお求めしたい人が、ね、すごく多い。逆に顔用だとちょっとこ薄くて、そうですね、顔用ですと殺菌剤はやはり含まれていないので、うんうん、あの汗は取れるんですけれども、その後のその効果的な匂いのケアというところまではいかないんですね、うん、じゃあ使い分けが大事なんですね。そうですね、特にその汗かくシーズンはあの汗を除去するとともに、その皮膚の上に殺菌剤をできるだけ長くのせとくというのが汗匂い の, そのケアの一番の基本なんですね、うん、なのであの殺菌剤を含まれているペーパー の, そのボディ用のペーパーというのをご使用になることをお勧めしたいんですね。うん、なんですけどまだまだ実は去年非常に売れましたと言っていても、あのサラリーマンの方ですと 20% ぐらいしかご使用になっていらっしゃらないんですね。そうですか。私の周りの人ほとんど使ってますよ。みんなカバンに。ありがとうございます。これじゃなくてでも結構、はい、もうちょっと厚手のいっぱい入ってるやつを入れてる印象です。はい、あの女性の場合ですとその特用サイズを持ち歩くっていう発想ってあまりないと思うんですけど、かさばりますし。そうですね。お家には置いてあるけど。はいはい、男性の場合はダントツに特用サイズが入れるんですね。だフェイシャルもそうですし、ボディもそうですし。もうこの分厚いあの箱のような特用サイズというのはもうダントツに売れるんですね、はい、それをいつもカバンに入れといちゃうんですか。そうですね。であの使う方がもうすごくこうヘビーユースしてくださって、でなくなったらコンビニエンスに走って行かれたりとか、もう常にその切らさないような状態で使っていただけるので、あの実はその販売個数としては多いんですけれども、使用者が限定されているっていうアイテムで、まだまだその便利さが伝わりきっていないアイテム、ね、使う方はもう何枚も何枚も使うけど、使わない方も多くいらっしゃる。そうですね、あの存在をご存じない方が多くて、うん、でコンビニエンスですとブワーッとこういったそのペーパー類がそのフックにかかってで並んでいるような状態、多分あのコンビニエンスだったりとかドラッグストアでお見かけしたことある方いらっしゃると思うんですけれども、はい、あの顔用なのか体用なのかなかなかその判別しづらくて、体用専門のものがあるということもあのなかなか店頭で伝わりきらないというような課題もあるにはあるんです、ね、私も分かんなかったです。そうですよね。パッと見どこで違いって分かるんですか。一応、はい、あのヒアルロン酸配合であの少し潤いを残してあの洗顔代わりに使っていただくようなペーパーだったりとか、うんうん、あこのマークなんですね、洗顔と。そうですね、洗顔とあと体用はその体のこのマークだ、はい、マークをつけているんですけれども控えめですね。そうですねちょっとそうですね、私実際自分があの男性じゃなくてそんなに見ないっていうのもあるかもしれないんですけど、はい、全然違いが分からなかったです。ちゃんとあるんだ。はい、このいろいろなバリエーションあるんですけれども、三浦さんの気になってるようなアイテムってございますか。そうですね、これすごいですね、眠気を一撃。そうですね、これはですね、どれだけ本当にあの最大限そう冷涼感をあの高くしたアイテムでして、かなり女性には刺激的なアイテムです。今これ拭いちゃってかなりスースーしてるんですけどこれ以上ですもんね。そうですね。であの顔用になるんですけれども、はい、まあ、ぜひこのお手元でお試しください、はい、顔は刺激的ですので、眠気覚ましであのお使いになる方どうですか。かなりひんやりしますね、はい、これ首とか。そうですね、あの眠気覚ましに効果的なのが首周り、うん、その首の後ろに置いておいていただくと、わーもう痛いぐらい。そうですね、眠れないですねこれは、はい、あの徹夜仕事だったりとか、そのちょっと眠くなってはいけない会議の時ですとかもう非常におすすめ で眠気もそうですし、あのちょっとした気分転換にもいいですし、これはもう夏場にとってもよく売れるアイテムで、去年あの非常にその28度 の, その節電の設定温度、28度でもかなり暑くてその汗かくシーンが多いと思うんですよね。
なのでまずこれで汗を止めて、で首の後ろに置いておくと全身 の汗もスッと引いていきますので、そういった使い方もおすすめです。バリエーション豊かな商品ですので、皆さん自分に合ったものをしっかり選んで使ってくださいね。以上、今回はマンダムさん、三浦奈緒子の新商品ラボでした。